いつもご覧いただきありがとうございます。商業得意店郷田です。よろしくお願いします。本日はリクエストの返答をしたいと思います。はい、時計の内部といいますか、まあ、時計に入ったゴミについてですね。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、今回リクエストをいただきましたギガ様、ありがとうございます。こちらのご質問内容が、時計の風貌の内側や文字盤の上にゴミがついているのはよくあることなのでしょうか。またこの際交換などの対応はしてもらえるのでしょうか。はい、こちらなんですけれどもね、先に結論だけ言っておきますと、やっぱりですね、ゴミというか、まあ、ゴミはもともと入るべくして入っていないものですので、もちろんそれを取り除くとかであったりですね、まあ、そのシミみたいなものでちょっと消すことができないっていうのであれば、交換など対応にもよりますが、まあ、ちょっとこれはですね、メーカーの対応による場合も影響することもあります。なので全部は全部、まあ、当店もいろんなブランド取り扱ってますので、全て一律の対応というわけではないんですけれども、もちろんですね、当店でこれを取り除く場合もあります。やっぱり懐中時計とかですね、まあ、珍しい時計を当店取り扱いが多いの でそうなってしまうと、やっぱりこう1点しかないっていう場合が多々ありまして、でその場合ですね、やっぱり交換といいましても何ヶ月もお待ちいただくのもまた不運ですし、やっぱりそうですと、ちょっと自分たちのせっかくね、技能士のいる環境ですので、まあ、ちょっと蓋を開けて文字盤とかリブスなんかを外してゴミを取り除いてまた組み立てるっていう行動は行ったりします。はい、あとはまあゴミがね発生しやすい状態といいますか、そういうまあ環境をちょっと少し説明したいと思います。はい、それではですね、今回ちょっと少し分かりやすくするために、あえて懐中時計のスケルトンのタイプをセレクトしました。こちらエポスのタイプですね。はい、こちらなんですけどもね、まあ、もちろん文字盤上に現時点といいますか、まあ、ゴミはございません。まあ、これがいわゆる普通の状態ですね。通常はこういうふうにゴミが入ったりしないもんなんですけれどもね、まあ、可能性としてあるのは、やっぱりこう時間調整などの時にリューズを引いた状態、実はこの状態って内部に物が入れる環境なんですよ。まあ、なかなか心房を通ってゴミが入るっていうのはそうないことではあるんですけれども、蓋付きの懐中時計なんかもちょっとそういう意味では、ここに蝶つがいのところから入るっていう可能性もなくはないですね。でですね、あとはですね、このゴミに気づけない場合っていうのがメーカーにもあります。後から入る可能性って実はそんなになくてですね、そもそも入っていたっていう可能性の方が高いです。で、まあ、ゴミが入ることによって、そのゴミにもよりますけれども、そのゴミがですね、ゴミにちょっとカビが生えたりだとか、でそのカビが増殖する場合というのもありますので、本来の大きさよりも大きくなってしまうなんてこともあります。まあ、大体入るのは綿ぼこりといいますかね、そういうものが多いんですけれども、まあ、例えばちょっとこっちで見てみましょうか。この場合ですね、まあ、時計ってもちろんですけれども、こういうふうな歯車が組み合わさって動いています。もうね、説明したらキリがないんですけど、いろんなパーツが組み合わさって時計ってできてますので、実はですね、この秒針4番車といいますけれども、4番車というのはこういうふうに60秒に1回転するので、大体こう小刻みに動いてるんです。でこの分針とかですね、地震の場合やっぱり裏側って見えないんですよ。まあ、可能性としてあり得ることはですね、この組み立て地にですね、時計の裏側に入ってしまっちゃってたっていうことがなくはないんですよ。ありえないこともないんですね。どうしてもこの中に入り込んでしまっている場合、反対側にこの針が来るまで、針車が回ってくるまで正直気づかれないんですよ。でメーカーでももちろんですね、入念にこう動作チェックなんかも行って、そこからスイスから輸出されてくるわけなんですけれども、その時にやっぱりこう裏側までチェックが少し漏れていたりして、中に入り込んで、で日本でこうそのまんま来て、オーナーといいますか、まあ、当店では検品時にこういうゴミといいますか、
ランニングチェックもしてますので、まあ、その時にですね気づけるものは極力気づくようにはしてるんですが、その検品もですね24時間行っているわけではなく、やっぱりこうちょっと入荷した時点とお客様にお送りする際に検品しますので、その時にちょっとこれがどうしても見抜かってしまったっていうことは可能性はゼロではないんです。なのでまあゴミが入ってしまう可能性って必ずはらんではいるんですけれども、極力はないようにまあチェックはしているつもりではあります。こういうふうに見るとですね、やっぱスケルトンが一番分かりやすいんですけれども、いろんなところにこうゴミが入る可能性ってあるんですね。まあゴミが潜んでいる可能性って言った方がいいですかね。まあ、でこういう場合ですね、もし入り込んでおりましても大概まあそのちゃんとした時計店って言ったら語弊招くかもしれませんが、きちんとしたお店であれば対応するのはもう当たり前と言いますか、まあ、メーカーを送ってする場合もありますし、そこに常駐する技能士が担当して、こちらの蓋を開けてゴミを取り除いてしっかりお客様にお渡しするっていう、まあ、そういった必ず対応はするしますね。はい、まあ、そういう感じですので、もし買う購入前に不安を抱えている場合でしたら、まあ、そこのあたりは心配なくお買い上げいただければと思います。はい、まあね、物を購入するときって特に買い物はね、どういうふうにエラーが起きるかとか、まあ、車なんかでもそうなんですけども、いつ何やっぱり部品が多ければ多いほどどんなエラーが潜んでいるかわからないといいますか、いろんなリスクが考えられます。ですけどまあね、それをゴミが入っていたからといって知らんぷりするっていうお店の方が逆に珍しいと思いますので、そのあたりはですね安心してお任せいただければと思います。はい、それではですね本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。